おいこら。はい。お前自分が何したか分かってんのか？はい。国のトップが領土侵犯など、笑われるぞ。はい。分かってるならば衣装で 500G 提供できるな。わかりました。500G、わかりました。お、確認しに誰か来たみたいだ。おい、お前。はい。ちょっと待ってろ。はい。おう、君が取り調べ担当か。はい、私はここのマップを担当する取り調べ役のチヌツーであります。取り調べの様子はどうだね？はい、ただいま 500G を賠償として請求したところ、おとなしく払っていただけることになりました。500G ではちと少なかろう。ここは 1000G を請求するように頼む。部下たちの回収を進めたいんだ。わかりました。1000G ですね。わかりました。すまんな。いやー、もう全然大丈夫っすよ。イギリスのトップと聞いて、どんな化け物が来るのかと思いましたが、まあ、所詮、戦車に過ぎませんわ。軽くひねればいくらでも賠償してくれそうっす。頼もしいな、よろしく頼む。おいこらー。は、はい。てめえ舐めたことしやがって。欧米諸国じゃ、どういう扱い受けてるか知らねえがよ。日本にはお前みてえにふらふら領土侵犯を犯す車両なんだ。生きようたりともいねえんだよ。わかったか。はい。なら追加で 500G だ。合計で 1000G。わかりました。たく、バカなことしやがって。お、また誰か来たみたいだ。おお、これは743じゃないですか。こちらチャレンジャー2取り調べ役の、チヌ2と申します。先日の新しい方への感想の件、ありがとうございました。火力には満足しているか？それはもう、大満足であります。チャレンジャー2の様子はどうだ？はい、非常におとなしいもんで、もう、こんなのでトップが務まるのかと不安になるくらいで、へへへ、もう一層俺がやった方がいいんじゃねえかと思っとりますわ。賠償金なんだが、プレミア車両を追加で20両揃えたいらしい。なんとか2万 GE 請求できないものか。2万。わかりました。2万 GE ですね。すまないな。いやー、もう気にせんどいてください。あんな生まれたての小鹿のように震えた戦車、もはや戦車にあらずってもんですわ。ニコニコしながら寄り添えばきっと潔く払ってくれますよ。そうか、よろしく頼む。てめえこの野郎、日本舐めやがって、あん。すみません。ほんとバカかよお前は、お前みてえなのがいるからこっちの仕事が増え続けるんだろうが。社長、イギリスと戦争するつもりですか？わかってるよ。大バカ野郎のクソたわけが、舐めやがって、反省してんのか？はい。なら追加で2万 GE を払え。2万。おーん。わかりました。2万ですね。そうだ、こんなんで済まされるだけまだいいと思えよ。日本を甘く見るな。お、次は誰だ？おーおー、これは木戸仙殿、はじめましてでありますな。私は、チャレンジャー2、特別、取り調べ担当の、チヌ2であります。ほほう、君が担当なのか、チャレンジャー2の様子はどうだ？取り調べは順調かね？ああもちろん、非常に和やかで、友好的なムードで進んでおります。ほほう、少し様子を見てみるとするか。お待ちください、木戸仙殿、いいではないか、俺にも見せてくれ。いきなり高ランクの車両が現れると警戒されるかもしれません。ここは一度、私に任せていただければと思います。そういうものなのか、仕方ない、また別の機会にする。今、航空ツリーから請求の伝言があってな、10万 GE とバックアップを600枚よこせとのことだ。10万、どうだ？払ってもらえそうか？余裕っすね。奴の様子といえば、こっちが強く出すぎたかと思うくらいおとなしく、先ほど、軽く準備運動しておりましたら悲鳴を上げとりましたわ。悲鳴、もう、赤子のようなもんですわ。今なら言うこと何でも聞いてくれますよ。とりあえず、任せたぞ。ああ、もうお任せください。楽勝ですわ。おい？お前反省する気あんのかこら。はい。俺らを舐めるのも大概にせえよ。お前がイギリスの最高 BR だろうがなんだろうが、規律を守れねえ奴は組織に属す価値なんてねえんだ。わかってんのかこら。また誰か来たみたいだな。忙しいぜ。これはこれはトップ車両の90式戦車殿。私は、大日本帝国陸軍3管轄エリア、絶対防衛ライン支守担当、名誉取り調べ係の、チヌ2であります。そんな凄まじい役職を与えた覚えはない。いやー、もう何と言いましょうか。こうやって直接お会いすることができて光栄であります。あのイギリスの奴とは大違いでありますな。トップ車両のあるべき姿とはまさに90殿のような姿であります。いいからチャレンジャー2に合わせてくれ。いえ、今、非常にデリケートな状態でして、高ランクの車両に介入されますと彼、緊張して暴れてしまうかもしれません。な、の、で、一度、お戻りに、なられて、要件なら私が引き受けますから、そんなに言うのなら、わかった、お前に任せることにしよう。どういったご要件で、イギリス全管轄エリア引き渡しを交渉してほしい。え？